意外にしろよ。みんな消えちまったじゃねえか。だから頭も帰ったらようござんしよ。だっておめえだけどこの季節は消えしませんよ。おお、冗談じゃねえぜ。みっともねえよ。何がみっともねえのさ。芸者がかがたびに惚れちゃいけやせんかね。惚れた惚れた、すねんときに言ってもらえて。私はちっとも酔っちゃいませんよ。そらみね。薄情だね。なんとかこんな時には手を貸すもんだよ。おあいにくさまだ。小稲さん。喧嘩の忠誠でよ。しかも割り勘のこんな場所で変な真似をして蹴ったたっちゃ、おいらの男が捨てるから言ってるんだ。捨ててほしいね、そんな男。ねえ、お前さん喧嘩好きかい？おら喧嘩できれた。頼もしいね。喧嘩好きの天使じゃ。女房の苦労が絶えないからね。おっと危ねえじゃないか。おっと危ねえじゃねえか。かなめえな。お先、姉ちゃんによろしく。はいはい。おっと危ねえじゃねえか。だってさ、何さそれ。とても見ちゃいられないやつさ。こんな姉さんの男嫌いも当てにはなんないね。私あんなに酔ったの初めて見たよ。酔って甘えてみてんだとよ。ああ、んじゃ。おお、それ見ね。俺ら一人になっちゃったじゃないか。その一人になってくれるの、私は待っていたのさ。あ、頭。じゃあこうしね。俺らこの次おめえにどこでどう生きようと、その手きっと。頭、そりゃ本当かい。忘れちゃ嫌だよ。ああ、よさねえかみっともねえ。何がみっともねえのさ。それよか今のこと間違いないね。私は本気で待ってるよ。で、大丈夫だよ。じゃあ俺ら先帰るからな。な、大丈夫だ。どっから見ても死のうちどこに思うとだ。たかがねえで。え、張ってるね。ね、まったく死のうちどこのね。どっか蹴らなかったか、おもんちゃん。痛いのか。おう、なんとかいねえ。おめえ、おしか。すいません。それだけか。チキ、正面が邪魔しやがって。だからお詫びしたじゃありませんか。商売台無しにされたんだ。先だけの詫びじゃ済んでねえ。あの、ほんの、およしよ姉さん。犬にやるより無駄なことですよ。何？何だと？商売商売ってご大層に。今年のおもとには根がないんですかね。文句があるならうちへ来て言ってもらいましょう。はぐみの次郎吉の妹は逃げも隠れもしませんからね。さあ、姉さん行きましょう。おい、待ちに。
き合っていかぬか。待て、どうするのと思っておるんだ。小前熊野のご勘定方、日野川大八郎様のご家来、舞佐太夫の御前だぞ。その御前様がどんな御用でございます。茶でも飲んで起動してってくださるんだ。お茶なら結構でございます。こら、火消し人足の妹の分際で口が過ぎるぞ。火消し人足が癒やし家業でございますかね。一旦ジャンと出会っかりや戦家業のお武家様とこれっぽっちも変わりはないんですからね。何言ってやんで。まあ、おもんちゃん、言ってやらなきゃわからないのさ。いや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 、甘く寝るね。さっきの表やった、ちっとから骨が違うんだぞ。御前様の目の前で、なんで鷹を切れやるんだ。言ったが悪けれ、どうとも勝手にしてもらいましょう。よし、かっこいいしや。何するんだ。静かにするい。お話、ね、お話おお、神さんどうしたんだよ。病気ちゃったこのおもんちゃんが。うん、あの娘はどうかしたのか。お、今日だ。今付き合ってどうも、お待ちください。巻いてある。ご苦労さん。兄さん。今夜は不意に妙な奴まで転び込んでくる番じゃ。妙な奴はないでしょ。おじゃほんまりの。へ、お土産。あ、そら、すまんすまん。小平さん、ちょっと兄さん拝借しますよ。さあ、だんだん、早く。思うの？お、さっきの神さん、その娘さんなら向こうの鎌様の屋敷連れ込まれましたぜ。何、鎌の屋敷へ？ええ、行列真似上で。相手は札付きの色好みだ。よし。私が引き受けましょう。何？お前さん？同じ屋敷で食い口をもらってやすが、吉五郎の江戸っ子でさ。
な。おお、お主はさっきの。まあ、頭。おう、なんだ、お前知り合いか。ええ。拙者の妹だよ。へえ、ああ、そうですかい。いや、何にしてもご苦労だったな。とにかくちょっと家入んない。ええ、いくら山本所帯でもお茶ぐらいやな。おい、二人もまあ家入んない。ええ。何しろむさ苦しいうちで。実は拙者も場合によったら切り込もうと思ったんだが、まあお主の顔を食べて。まあ、よかったよかった。何しておめでたい。じゃあ、明日はもうこれで失礼します。おもんを助けてもらったのはありがてえが、それがよりによって、かがとびのお前さんた。はっきり言いや、嫌な回り合わせだ。どうか今日あっしが来たこの俺だけで助手にしてもらえて。冗談言っちゃいけねえ。恩に着せるつもりでやったことじゃねえ。分かってくれやんすかね。分かってやすとも。はぐみの気性でわざわざあっしのうち来てくれただけでたくさんだ。ケチな料金はみじんもねえから安心して引き取っておくんなさい。それはどうも。じゃあこれで今度はお邪魔しました。いやどうもわざわざ。おうチリ、へい、お客さんのお帰りだぜ。へい。じゃあ、おめえ一人でけんね。俺はちょいと組寄ってくからな。ねえ、じいちゃん。兄さん、あんなこと言って、頭はさぞ気を悪くしておいてだもんね。そんなこと気にする兄貴じゃねえよ。どうしたってんだ。ん？なんでてめえたちは。てめえたち？なんでもいいから夢の娘を渡せいいんだ。さあ渡すか渡せるかどっちだい。それがあの花の下の投げ御前様の言いつけか。なんだと？けってそう言いな。吉五郎、あの娘は命にかけても渡されねえと。よし、昔だな。てめえ御前様の前でそんな口が二度と聞けるか。どこがどこだって吉五郎は二枚舌使えしねえ。てめえたちにこれだけのことづけができなきゃ、俺が出かけて行ってやろうか。いや、面白い。さあ、一緒に行って御前様の目の前で、面白い。さあ、一緒に行けんもん。兄貴、行ってきねえ。うちのことは心配だね。こんなことになってしまって、もしも頭の身にようなことでも。何と言ったって同じことだ。あの娘は命にかけても渡されねえ。よし、すまん。切るつもりか。切れるもんなら切ってみねえ。おめえさんに使われてる鏡飛びじゃねえ。おめえさんもかまさんの綺麗な、わしもかまさんのおかげ引きした。そうたやすく切られて倒れけ。
あの目で見たというんだ。てめえが水を回してやったはぐみの次郎吉の妹と火事場へ駆けつけるまで乳繰り合って言いやがったって言うじゃねえか。それでもてめえはあの流動水に訳はねえと言い張るの。足止め21日だ。国の掟だ。昔からよその流動水のおかげなんか被ったことは一件もなかったのに、そんな水とは知らずにあっしはいい気になってまといを振っていたんだ。頭、えれいことができました。ゆんべ吉五郎は21日間のお屋敷出入りの差し止めを送ったそうです。それはどういうわけなんだ。どういうわけって、それが何でもこのうちのおもんちゃんと吉五郎とはとっくの昔からできていて、それが元でここの兄貴に水を回したんだと。次郎吉、あまり怒らねえ方がいいぜ。うん。おもん。兄さん。兄さんじゃねえ。今度から変なことしたら兄弟の縁切りだぞ。お前の心がわからないでもねえが、はぐみとかがとびは昔から馴染めない間柄だ。てめえの間違った路線からはぐみの魂にケチがついたとあっちゃ死んだ親父に申し訳がねえよ。そうだろ。何メソメソしてやんだ。打ち上がって頭の目に手ついて浴びろ。そんなおかしな話があって、兄さん。俺は怒ったってしょうがねえ。俺はただ松目で聞いてきただけのことなんだ。だってさ、火消しの神器だ、かがとびえれえぞってみんな褒めてたくらいじゃないの。出入り止めを聞いてあげれば。おかえりなさい。
生ばかり揃っちゃうんだろう。2年生とポンポンやれたら魔食に合わねえぞ。ああ、違った。どうしよう。姉さん、今夜とかこのまま帰んねえ。夜が明けたら、おいらなんとか話をつけてやっからよ。な？仲間からも何と言われようともおいらの肩にかかってくるだけの日の子なら見るにもするんじゃねえな。次郎吉さんはそうはいかねえ。はぐみっとの迷惑を考えてのことだ。けんね、人目にかかれや恥の上塗りだ。夜風は冷えだ。警視に来るには及ばねえぜ。どうしたという。何にしても娘の一人歩きは危ねえ。拙者がその辺まで送ってやろう。いいえ、私は家へは帰れません。どうしたんですか、おもんちゃん。わけなどはどうでもよい。だが今夜はどうしても送らせてもらうぞ。どなたです？ああ、俺だ俺だ。おお、旦那で。昨夜の疲れでしっかり寝込んじまって。次郎さん、広いもんだ。え？それが生き物でな。生き物？まあ怒らずに家入れてやってくれ。今そこにいたんだろう。放っておきましょうよ、旦那。火消しのうちに生まれたが、あいつの因果でさ。くだらないこったと知りながら、つまらねえ意地の張り合いばかり。嫌な家業ですよ、旦那。じゃあ。
たんだ姉さん。と当たりをつけてやってきたんだ。ええ、確かに昨夜わしのうちの表までひなすったが、だがそれからわしの知ったこっちゃござんせん。そう隠さずに出してもらえてな。じゃあわしがおもんちゃんを隠したとでも。頭、次郎さんも同じ意見でござんすか。いや、これは次郎吉の意見じゃねえ。次郎吉を除いた半組一党の意見だよ。そうでござんしょうとも。次郎さんだけにゃあっしの気持ちは分かってもらえるはずだ。お頭、これだけはっきりはしておくんなさい。あっしはおもんちゃんは嫌いじゃない。だが好きだからって次郎さんを助けたんじゃない。気がつかなきゃそれまでだが、一時遅れがなかった命だ。あっしは見て見ぬふりはできなかった。意地や張りは次の次だ。わしは次郎さんだろうと誰だろうと見殺しにはできなかった。頭、分かってくれますか。昨夜のことだっておもんちゃんが被災したらすぐに分かることだ。ヨマス、わしも江戸っ子だ。これから探し出してきっと頭へ渡しいたしましょう。じゃあ探し出したらきっと渡してもらえるんだの。ごめんには及びませんや。男と男の約束でさ。兄貴、お手があるのかい。べらぼうめ、お手があろうとなかろうとこうなりゃ草めを分けても探してみせな。おもんちゃんどうしたの。姉さん、芸者には歯組もかがといもないんでしょうね。まあやぶからぼに何を言い出すのさ。私を芸者にしておくんなさいな。なんだって。姉さん、私これから一緒に家へ帰るんじゃなかったのかい。姉さん、私どうしてもあの人のこと。あの人って誰なのさ。まさか吉五郎さんじゃあるまいね。その大事な娘さん、私の一存でも行かないしね。でも姉さん、次郎吉さんにも一応話した上だね。そうしようじゃない。15 16 17 18 19 20 21 22。兄貴、あじめ止めたで。ねえ兄貴、ケーキな面用意してくんね。うちじゃ足止めは解けるしよ。外じゃ顔見せの蓋開くしよ。よろずめでとう、そらいけるってくら。ませた口を聞くね。兄貴の好きな芝居にだって、もう大手を振って見に行けら。おとやOh.
なあ、おとはもう出ちまったじゃん。頭。おう、小柳さん。とうとう会えましたね。込み入った話がありそうだから、俺は先行くぜ。バカ野郎。頭、ちょっと顔貸しておくなさいな。おいらに。黙ってこれを受け取っておくんなさい。どうしたんだよ今頃改まって。私はこれを返した上でお前さんに会ってもらえた人があるんです。オイラに。はい。おもんじゃ。おう、待ちね、小柳さん。なんで芸者なんかなったんだ。私はもう番組の娘でございました。なんだって。兄さんに感動されました。感動。はい。私はもう母組の娘で。分かった。だがもんちゃん、俺はおめえにはしばらく会えねえぜ。積もってもみねえ。女は芸者になったのいいしに、吉五郎は義理も仁義も忘れてすぐに相引きしたとやらたんじゃ。かがとびはもとより、母組の連中にも面をかぶらずは会えなくなる。その上俺は異変頭におめえを探し出してきっと渡すと家庭約束がしてあるんだ。私のことなら兄さんから頭取の耳へ入ってるはずでござる。それじゃ異変頭も次郎さんも承知の上で。はい。いや、いけねえいけねえ。それならなおのこと会いにくい。アコミのようだが辛抱してくれ。何、無事でさえいれや、また笑って会える日もあらな。あかん、はぐみが先に答えちゃったんか。
ってもんちゃう。なんだ。どうしたの。ありがて。何ね、下手に照らしちゃすれ、おもんちゃんと命にかかりそうだったんで、ここは一番目をつむってと、やつらがなすがままにしていたのさ。まあ、おもんちゃんはやつらって言って、いつかの金田村と、松とかなんとかっていう、巾着切りだろうってさ。なあ。何、行き先は分かってる。あっしはきっとおもんちゃんを連れて帰ってきやすよ。待て、おもちゃ。うちもいいが、吉五郎の蹴り合いってどうなるんです。吉五郎。そうでさ、あいつはうちの頭におもんちゃん探してやったらきっと私申しますのなんのと、ご丁寧な口を聞いておきながら、へ、今日も喧嘩の始まる前まで井筒屋の肉屋でちくり合っていやがったと。そのてめえ誰に聞いた。井筒屋の女中の口からでさ。いいじゃねえか、下車になれなかったもん残った。かがとびもはぐみもあらし、ね、だから兄貴は手がよすぎるってんだ。下車になろうとお姫様になろうと、ハグミの娘はやっぱりハグミの娘で。うん、金太。先生。おはよう。まあ、風が、まあ、しばらくでございましたね。いや、すまない、すまない。金太、どこ行くんだ。知れたことよ。これから吉五郎に会って、話の蹴りをつけてくるんだ。うちはそれから乗った。つまらねえことはよせ。兄貴、これは俺一人のことじゃねえぜ。ゴミの全部がそう思ってる。まあ、めでてえ手打ちの式に遅れまして申し訳ございません。
これでみんな揃ったようだな。ええ。じゃあ略式だが、七面倒な話は抜きにして、おみきの減らねえうちに手だけ締めてもらおう。ちょっとお待ちなすって、親分。手打ちの前に川飛びの吉五郎に聞きたいことがあるんですよ。何だって？ごめんな。おう、吉五郎兄、おめえまだ歯組のもんちゃんとちしくり合ってるって話だが、手打ちの前にこの蹴りだけは立派につけといてもらいたいもんだ。何だって？金太、めでてえ気で。てめえ、何を言い出すんだよ。何かしら、めでてえ席だからこそ、手打ちの前にはっきり蹴りをつけておきてんですよ。男なら男らしく、約束だけは立派に果たしてもらいたいもんだ。裏でこそこそと、泥棒猫みたいな仕打ちは、俺は黙って見ちゃおれねえ。泥棒猫？そうだろうじゃねえか。探してきっと渡しやすと立派な口を聞いたのはどこのどいつだ。それを今から伊豆手あたりで、こそこそ隠れて相引きた。おもんちゃん盗み出して芸者にしたのはてめえだと言われても、愚の文句も消せねえ。よさねえか、金太。すべこべとてめえの出しゃばる幕じゃねえ。てめえなぜ黙ってるんだ。国長の親分もいなさるこった。立派に申し開きしてみれ。こういう席で親分のお耳を汚すほどのこっちゃございません。ねえこと言うで。大体今のおめえに申し開きのできるはずはねえよ。聞いた。なんでつべこべと出しゃばれなって。頭、このケリをつけてもらえてんのは俺たち一同の望みなんだ。吉、てめえくだらねえ女の戦いきさつで、かがとびの面どこまで汚しやがる。てめえみてえなやつのことで、かんごろ親分にご迷惑かけちゃ申し訳ねえ。けんねえ。けり。もうよさねえかよ。それにお前デーブ。へえ、私は酔ってやったもん。どうしたんだいって。どうもこうも、私は悔しくて。兄さん、いくら考え消しても人の色ごとにまで水さすことはねえやね。ゆんべの手打ちはあれは一体何さ。組の切りが効いたわけでない。なんだそんなことか。人の戦況を国やんで姫御でのあられもねえ昼だけた。あんまりいい妻もんじゃねえぞ。万年やむ兄さんなどね、女心は分かりませんよ。おったおねえ、今度はこっち飛びしかい。大火事にならねえうち、どれ商売商売。まだ2階で寝てるんだが、寝たら起こさねえほうがいいで。はい、ついでにこの本もな。何でもいいから派手なパッとくるやつを一つ言ってやってくんね。じゃあまたお願いします。はいよ。2階にそんな絶品がいるのか。ああ
俺らにも目の障害とさせろよ。聞くやつ、絶対にね。そんなことすんのがつれた。そんなときお前はしろよ。見ぬうちこそ下に花なれ、でけつかな。僕にそぞは知らねえな。じゃあ、俺らもごっかんとするか。何の狭い暮らしやが、これはきっと出るよ、きっちゃん。そうですか。うん、お、宅地水と出たな。同期愛求むの時、時中期を表するの期か。混雑して紛れたる形、西南の方を尋ねべし。西南の方だよ、これ。西南。きっちゃん、その薄いものって何だね。いや、何でもないんですよ。どうもありがとう。わけは聞くまいけど、こんなとこに長居してたら所詮ろくなことになりゃしないよ。とにかく私と一緒に帰った方がよかないかい。おぶんさん、私はもう後のことはどうにでもなるわさ。いいから私に任しておきよ、ね。私ね、お前さんのお腹の中はどうもよく飲み込めねえんだけど、本当にいいのかい、おもんちゃん。おぶんさんは字が読めなかったんだね。字？なんだ、その字か。いろはにほえとだね。自慢じゃないが、あきめくらさ。これを小稲姉さんに届けてもらいたいんだよ。訳のあることだからきっと手渡しておくれ。他の人に見せたり渡したりしちゃ嫌だよ。なんだ、今年には分かんないけど。それじゃ急いで持ってこう。じゃあきっと頼んだよ。嫌だよ、もんちゃん。私なんだか気になるよ。とにかく小稲姉さんとこ行けば万事分かるんだね。ちょっと行ってこい。どうした
も来ないんですよ。まだ残しようが悪いんだよ。いくらかびたに酔っ払ってたってさ。じゃ私が残してみら。なるほど、よく寝てるね。姉さん、恋な姉さん、姉さん、姉さん。すまなかった、きっちゃん。何言ってんだな。わらまたおめえが組主たちにとやかく言われやしねえかと、そればかり案じていたぜ。それにしてもおめえどうしてこんなところに。お門に飛び出されたあた、てめえで似た逆なんで結構ここへ通ってるやつさ。そのお門ちゃんだな、昨日の喧嘩のどさくさに稼働がされたまんま、未だに芸が分からないんだ。え、昨日も今日も俺ら探せるだけは探してみたが、すまない。俺らおめえの気持ちもおもんな腹の中も十分承知はしていたんだが、つまらねえ目にこだわっておめえにもおもんにもとんだ受け身を見せちまった。組合の義理はいつでも果たせる。可愛い妹の幸せはもう一生来ない。おいらもね、何もんちゃんだって見つからないって決まったわけじゃねえ。俺はきっと探し出してみせるよ。きっちゃん、探し出したらおめえ女房にもらってくれるか。頼む、あいつを幸せにしてやってくれ。次郎吉一生の願いだ。だっておめえはぐみの人たちは。何、それで悪きゃおいらは親デーデーの時をやめるだけだ。次郎さん、次郎さん、こんなとこにいたのか。来てらっしゃるの一緒に。何か用か、おぶんさん。何か用かやないだろう。おもんちゃんがね、明治下の居酒屋に稼働かされてたんだよ。えその女は俺ん家にはいねえよ。いねえ。よし、じゃあ俺たち逃げようにしろよ。何言ってんで、いねったらいねえんで。逃げるな、逃げるな、逃げるな、どけ。待て、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 Thank you.
ってんのさ。すぐそこなんだよ。おう、次郎さん。頭。すぐそこなんだよ。おぶんさん、ちゃんとなりゃ我が身の泡見てねえからさ。勘弁してくれ。おぶんちゃんをどうするのさ。帰った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 
ち。メベルに当たるん。人命の下痢だ。あの刀つくまではてめえ火事場へ出ることにならねえ。おお頭、そいた。ごめん、許さねえ。おお頭、えい。うん、せい。おお、ごめん、ごめん。おお、はい。Thank you.
兄貴。
じゃ行ってみろって、おもちゃ頼んだよ。どうしたい？